電気科学測定用の作業電極の研磨方法に関してご案内をさせていただきます。弊社で販売しております作業電極は、出荷前にはこのような形で鏡面研磨をさせていただいておりますけれども、測定を開始する前には必ずアルミナの研磨液にて研磨を行ってください。こちらの方がアルミナ用の研磨パッド、ガラス板、アルミナの研磨剤となります。研磨パッドの方はこのような形でシールとなっておりますので、シールを剥がしていただきまして、ガラス板の方にこのように貼り付けてください。貼り付けていただきましたら、研磨パッド全体を湿らすためにこのような形で蒸留水を滴下してください。その後、アルミナ研磨剤の方、こちらの方は研磨剤が下に沈殿している可能性がございますので、使用前にしっかりと振ってください。容器は天眼瓶となっておりますので、研磨パッドの上に数滴アルミナの研磨剤を滴下してください。その後、電極を研磨パッドに垂直に立て、数字の8を描くように研磨を行ってください。このように8の字を書くのは、電極の表面を均一に研磨するためであります。研磨は約このような手法で 1,2 分行ってください。研磨が終わりましたら、電極の表面にはアルミの研磨剤がまだ残っておりますので、蒸留水を用いてしっかりと洗い流してください。このような形です。蒸留水で洗い流しが終わりましたら、実際に使うサンプル溶液あるいは溶媒にて電極の弔いを行い、その後測定に使用をしてください。以上で電極の研磨方法のご案内を終わります。